皆さんこんにちは今日は車載カメラの、えー、取り付け方について説明をしていきたいと思いますではまず86の、えー、車載映像の撮り方からなんですけれども現在私86とアクアで、えー、それぞれアクションカメラと、えー、スマホの2種類で車載映像を撮っているんですけれども86は、えー、このようにアクションカメラで撮っておりますで実際にですね えー、取り付け方としてはまずここに、えー、カメラの照明機材などを、えー、クランプするための、えー、ジグですね、えー、このジグとあとここカメラ用の、えー、雲台これは自由雲台といっていうこのボールジョイントになっている、えー、雲台を私は使用しておりますで、えー、この本来でしたら、えー、あそっか 86の場合は、まあ、あの、車高が、天井が低いので、このクランプと、この自由雲台、そして、えー、アクションカメラ、あの、GoPro とかもですね、あのー、共用なんですけれども、えー、アクションカメラを、えー、雲台に取り付けるための、この、えー、なんていうんですかね、えー、部品を組み合わせて、車載映像を撮っております。 で、えー、この時のポイントとしては、まず私のこだわりとしては、まずこのでかいクランプを使うこと。これが私のこだわりでして。で、えー、その理由としては、この車のロールバーって、えー、一般的にはこのように、えー、スポンジのようなロールバーパッドが巻かれているんですけれども、えー、小型のクランプですと、どうしてもここの、ここをですね、挟み込む力っていうのが弱くて、このスポンジがグニグニ、 動いた時にですね、映像がブレてしまうといったことを避けるために、私はこのような大きなクランプを使っております。で、えあと、ここの自由雲台カメラのあの、雲台に関しても同じで、やっぱり、こういった雲台がデかめの方が、しっかりとカメラを取り付けることが、固定することができます。 で、えっ、ー、と、サーキットとか、まあ、ジムカーナでしたら、えっ、ー、と、まあ、多少ち,かちっちゃくても問題ないとは思うんですけれども、ダートラと、ダートラまであったり、まあ、多分グラベルラリーもそうですかね。えー、どうしてもその、前後の動きと、あと上下の、えー、振動もですね、かなり激しいので、まあ、このようなしっかりと、え、固定できるタイプの、 えー、雲台を使用しております。で、この雲台もですね、だいたい、二、えー、2、3000円の、えー、値段で買えますので、まあ、それぐらいの、えー、入門用のもので十分かと思います。で、このクランプもですね、後、あの、後ほど、えー、と、動画の概要欄にリンクを貼っておきます。アマゾンで、これもですね、2000円台ぐらいで確か買ったと思います、えー。ちなみに私が普段使用しているアクションカメラが、 えー、オズモアクションですね。えー、こちらの1世代目を使用しております。えー、まあどうしても、えー、GoPro ですとちょっと高いので、まあ、私はこのオズモアクション、えっ、ー、と、だ3万円台ですかね、を使用しております。で、多分、えー、アクションカメラも、えっ、ー、と、最低でも多分これぐらいの、えー、値段帯のものを選んだ方がいいかなと思います。えー、1万円台。 で、1万円台2万円前半で買えるものというのは、あの、音声がですね、特に良くなかったり、映像もあまり綺麗ではないので、あの、そういった価格帯のものを選ぶのであれば、むしろ皆さんがお持ちのスマホで撮った方が綺麗なんじゃないかなと私は思います。で、後ほどアクアの方に行ってですね、スマホでの撮影の仕方も説明させていただきます。 はい。続いては、アクアの車載映像の撮り方について説明をしていきたいと思います。えー、まず、アクアはですね、えー、私は普段からスマホでの、えー、車載映像で、えー、スマホで車載映像を撮っております。まず、えー、こちらの組み合わせとしましては、先ほどと86と同じで、えー、照明用の、えー、クランプのジグをロールバーに、えー、取り付けて、で、その先に、えー、カメラ用の カメラの三脚用の雲台を取り付けております。先ほどと違って、これ、あの、ゴツごゴツしているんですけれども、あの、これはたまたまうちに余っていた、えー、スリーウェイ雲台ですね。えー、この1個、2個、3個の、えー、ジョイントで繋がっているので、スリーウェイ雲台というんですけれども、このスリーウェイ雲台と、あと、ここにもう一つ、ちっちゃめの、えー、自由雲台ですね。これを組み合わせて、 写真、動画を撮っておりますで、えー、このさっきと違ってここ1個自由雲台が、えー、加わってると思うんですけれどもどうしてもですねこのアクアなどのコンパクトカーというのは天井の位置が高いので、えー、ここでですね、えー、もっと下に、えー、カメラの位置を下げないと変な画角の映像になってしまうので、あのー、あまり良くはないんですけれどもこの雲台にさらにもう1個雲台 を取り付け例えば、ー、今これちょっとさっきと比べたちっちゃめの雲台を使っているんですけれども、まあ、やっぱりちっちゃいとこの振動であったりカメラがちょっとあのュッとネジを締めても角度が変わっちゃうことがあるのでできればもう少し大きめの自由雲台を使用されることを皆さんにお勧めしたいです。 で、あとこのカメラのスマホの、えー、固定としましては、よこいしょ。まあ、このような、えー、自動リボの先っちょについている、このクランプ式の、えー、ものを使用しております。で、えー、私のおすすめとしては、このようにあの中にマネが入ってて、えー、ぐっと、えー、自動でスマホを、えー、クランプするタイムがおすすめですあの。ネジ式もあるんですけれども、 やっぱりこういった、えー、自分でスマ、あの、クランプする方がしっかりと、あの、スマホを固定できますので、まあ、ぜひ皆さんにもこちらをお勧すすめしたいと思います。ね、以上で、えー、簡単にはなるんですけれども、スマホの車載映像、あごめんなさい、えっ、ー、と、86とアクアの車載映像の撮り方講座と、えー、したいと思います。まあ、最後に、 えー、こちらスマホで撮った車載映像も、えー、載せておきますので、あのー、アクションカメラうん、高いけどどうしようかな、買おうかな、どうしようかなって悩んでいる方は、まずは、えー、お手持ちのスマホでの車載映像を、えー、撮ることから始めてもいいのではないかなとは思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。